はい、こんにちは、こんばんは、まあ、小北さんです。えっと、今、あの、新ツム第2弾来てますが、この後、セレクトボックス第2弾が来まして、おそらくその次に、4月のピックアップガチャ第2弾が来るものと思われます。で、その第2弾、どういうツムが入ってるかっていうところを予想していきたいと思います。 であのセレクトボックス第2弾というのも実はあのバナーがもう出てまして4月14日から4月17日までということでえー、っとですね邪悪な妖精マラエフセントが、えー、入ってるということでかなり熱いセレクトボックスになりますで邪魔レ自体はあの何回かあの 復活してましてまで、正月の日替わりセレブの、えー、2日目ですかね、にもあの登場しておりました。で、このセレクトボックス第2弾はですね、あのつむつむ .jp さんよりあの引用させていただいております。で、このセレクトボックスで邪魔れが出て、で、正月3が日で、 やはり邪魔れが出てるということをちょっとあの頭の隅にちょっと置いといてくださいね。はい、でですね、あの4月29日にえ去年の12月公開の「スター・ウォーズ・エピソード9エスカヨーカーの夜明け」ということで一応あのジョージルークス・ルーカスがキューブ作としてあの 描いてておりましてそれが途中からあのディズニーに買収されまして今日あのジョージ・ルーカスが考えていた「スター・ウォーズ」はこれでまあ完結するということになっております。それで4月29日にこの「スカイ・ウォーカーの夜明け」がブルーレイ発売開始となりますんで、えー、ピックアップガチャがどうなるかなと考えた時に。 スター・ウォーズ・ツムの詰め合わせだではないかなというふうに、えー、予想します。で、12月に出てきましたジェダイ・トレーニング・レイや最高指導者回路レンなどもその中に入ってるんではないかなと思います。で、本題なんですけれども、あの、ラストショーなんですけれども、え大抵あの、 1>, 1回はあのー、ス,キルスキルチケットでもう1回は曲付きおよびボイス付きツむということになっております。でちょっとあのー、セレクトボックスがあの日替わりセレブで復活してたっていうところを思い出してほしいんですけれども今回のピックアップは1日目の日替わりセレで復活してたいうところを思い出してほしいんですけれども あのセレボで来てましたえ「ジェダイルーク」これ、まあ、曲付きなんですけれどもこれが曲付,曲付きジェダイルークとしてラストショーで出るのではないかなというふうにちょっと私は予想を立ててみました。はい、5月はおそらく、えー、マーベルから新ツム 映画が「ブラック・イード」っていうのがまあ多分これもあの新型コロナの影響で延期になるっていると思うんですけれども新ツム自体はあの2分の1の魔法も映画ではやまだや,やれなかったですけれども新ツムとして出てるので5月はまあベルから新ツムが出るものと思います。 はい、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ピックアップの予想が外れていたらすいません。今、はいま、北さんでした。